はいどうもこんばんは。第35回、いきます。第35回ですけれども、今回が33キャラ目ですよね。33キャラ目っていうことで、ここでようやく半分ですね。半分ということになります。またここからもねよろしくお願いします。で今回はかすみですね。まあ半分ですけれどもね、33回で初めて龍子の剣のキャラということでね。龍子人気ないわけじゃないと思うけどね。龍子のキャラの最初がかすみということでいきます。しかもアートオブファイティングのキャラだね、かすみっていうのはね。アートファイティング、かすみ以外みんな空気ですからね、キャラがね。巻き上げ。なんか、山崎の技の名前だ、みたいだ。はい、息投げ。ね、はい。で、肘や、これ段階比はできるかな？できないな。最初のもう瞬間に叩きつけてますからね。段階比できないですね。これはできると思うけど。はい。肘当て。これはリーチが長い二段技で中段かな。もう一発目から中段ですね。もう二段目も中段、両方中段ですね。これあんまかすみ詳しくないんですけどね、今回ちょっと使ってみて、まあコンボダメージはあるなっていう感じでしたね。じゃあちょっとその辺ね、やっていきたいと思います。あんまり前との比較っていうのは多分できないと思うんでね、ほとんどわかんないんで。2000で、2000をベースって書いてあったんですけども、ほとんど2000では使ってなかったですね。むしろストライカーかすみ使ってたんですけど、俺はね。はい。パイタンとかすみですね。で、重ね当て。技多いんだよね、これね。重ね当て、地上空中があります。まあ、強攻撃から、ですかね。弱からは入んないよな。弱と強の違いは、強の方がちょっと遅い。あんまリーチの違いとかないですね。全くないですね。空中のも弱の方が早いのかな。まあ、ほぼ隙はないですね。もう一番入んないですね。カウンターなら入ると思いますが。カウンターオン。いや、重ねて2発は無理なんで、確か。まあ、こういって、こういうのは入ります。こういって、まあ、ジャンプ攻撃キャンセルで、なら、これはね、かなり低めでも出せるんで、パンチ攻撃はキャンセルできないのか。キックはキャンセルできるんですね。D だけか。強キックだけですか。繋がってますね。はい。かすみのジャンプ強キックっていうのは、このなんか、かっこいいジャンプ強キック。これは持続がすごい長いんですね。昔からですけど。結構、こう、一番上の方で出しても、立ってる相手に当たるという、なかなか珍しい強キックなんですけども。今回これはね、めくりをパワーアップしたらしいですね。この通り。すっげえめくれる。まあまあ、めくれるって言っても、小ジャンプじゃ飛び越えられない。しゃがんでれば飛び越えられるかな。よいしょ。また足で押さえて。これはいけますね、結構。いけますね。これは強いんじゃないですか。ちょっと発生が遅いんですけどね。発生が遅いんですけど、出しちゃえば強いっていう感じですね。あと D が早いかな。空対空何がいいんだろうね。A か B か。A かな。CD はちょっと遅いんですよね。これ下に強いですけどね。キャンセルもかかるし。ちょっとめくりもあるんだな、確かね。まあいいか。はい。で、読めない。線。わかんない。扇、溝、流し。3回入力ですね。1回目でこの 2段技が出て、2回入力で、なんか、これ、前みたいなのが出る。3回入力で最後の蹴りですね。まだまだ。これです。これはもう途中で止める必要は全然ないので、ね、むしろ隙があるので、最後まで出し切ると。
ガードされた時の隙も最後まで出し切るの方、出し切った方が隙は短いですかね。ちょっと若干あると思いますけど。あ、立ち火がこれか。立ち火これなんか使い道あった気がするな。ないかな。繋がんないか、立ち絵。あ、入った入った。寝押しで、立ち B、立ち A が入るんだな。これ、遠距離 B、立ち A。遠距離 B、近距離 A かな。まあ、弱に繋いでもその後がないんですけどね。はい。弱から、あ、弱から入るのか。いけるかな、こういうの。こういうのが繋がると面白いんですけどね。難しいな、この目押しは。あ、ちゃんと繋がってないし。繋がんないな。あ、繋がった、繋がった。まあ、こういうこともね、一応できますと。では。まあ、これもね、こっから繋がるよな。ダメージどっちが高いかな。今日の重ね当て。同じぐらいかな。ほぼ同じですかね。うん。これがね、使い勝手良すぎるっていう感じもしますね。重ね当てに比べると。はい、で、竜巻そうだ。これは打撃投げだな。浮かせる技です。ダメージは低いですね。まあ、打撃投げっつうことでガードはできないです。まあ、ただし、前転ではかわせるんですね。ただなんかね、ちょっとね、試した感じでね、相手の前転してからこの技を出すと、この通りね、裏に回らないんですね。ね、そういう、なんかちょっと特殊な判定みたいで、前転を潰せる。技出してから前転されるとダメだけど、前転を見てから、これを見てからは無理かもしれないですけど、ね、そんな感じになると潰せると。これもコンボに組み込める。で、ジャンプ攻撃とかが入る。あとは、立ち強パンですね。遠距離立ち強パンが入る。リーチが長いんでね。これ結構投げ間合い広いんだよね。このくらいから掴めるんですね。失敗したけど。はい。これスパキャン可能ですね。確かね。あ、これ弱と強ちょっと性能違うんだ。そう。ジャックはね、最後のアッパーが2段技になって、こんな感じ。今日は、その前に足払いみたいなのが入るんですね。ジャックの方が行くのが高いのかな？浮きが高いですね。はい。で、スパキャンは、3段目、4段目あたりをスパキャンできるんですね。はい。で、次、白山刀とかその名前。これですね。ジャックは進まないでアッパーだけ。今日はちょっと踏み込んでアッパー。これはガードポイントがありますね、確か。あら。ジャックの方はないのかな？あ、あるね、あるある。かなり引きつけますけど。今日もありますね。まあ、踏み込む分今日の方が当てやすいかな。これは追い打ちはですね、無理かな。特殊な、なんか空中カウンターとかじゃないと無理か。普通のカウンターだと1ヒット目だけだからね。2段目がダメだから。空中で当ててみると。空中で2段目だけ当てるとか。まあ、入るとは思うんですけどね。まあ、いっか、これは。まあ、ガードポイント使って、相手の技を潰す。または対空かな。まあ、一応そんな感じ。コンボにもできます。ね。
何でもコンボになりますね。弱は無理だと思うけど。違う違う。まあ、A 一発目からなら入りますね。一発目は距離が離れないんで、ね、そんな感じで。はい、メッシン無刀。これは、ヨガ弱キック。ね、これは対空の当て身投げ。ジャンプ攻撃と必殺技をつかめる当て身投げですね。うん。こうか。はい、また、鬼焼きでやってみます。はっとね、こんな感じで。これワンフレですね、発生は。ね。すでにここでギースより性能が高い。すごいね。殺傷飲酒でいいのかな？殺傷飲酒。これね。中段当て身ですね。っていうか、モーションがもう、セスと同じみたいな。違うか。誰だっけ？あ、いや、胴取り七文殺と同じモーションみたいな感じですよね。これは中段。ね。蹴りで吹っ飛ばす。まあ、打点の高い通常技を取れる。ですね。下段とかジャンプ攻撃は無理です。必殺技も無理だね、これは。違う違う違う。違う。うん、取れないね。はい。こんな感じです。まあ、必殺技取れる技っていうのは長飛もみんな取れますからね。はい。そして、半身もろ手返し。ん？キック。下2回キック。これは下段ですね。こんな感じ。やっぱり下段なってみればダメージが高いんだなぁ。なんでこれでこんな食らうんだ、このただ放り投げてるだけなのに。うん、これも取れるね。はい。そんな感じですね。まあみんなワンフレでしょうね。霞のなってみは。ね。性能はいいですね。セスも性能は良くなった。技術は悪くなった。という感じで。今なんか、うちでチャイムが鳴ったけど、音入っちゃってるかな？大丈夫かな？気にせず行きます。超重ね当て。これだね。これジャック。で、今日は、すごい遅いですね。これは別に溜めたりしてるわけじゃなくて、もうデフォルトでこの遅さですね。ジャックより今日の方がリーチが長い。で、まあ、溜めはできないですね、そもそもね。押しっぱなしでは溜めれないです。そんで、まあ、ね、ちゃんと当てないと倒れないんですね。最後のが当たらないと。ね、こんな感じになります。まあ、硬直が長いので、そうそう反撃は受けないと思うんですけど、こんな感じにね、倒れないんですね。ちょっと格好悪いですよね、倒れないと。うまく当てれば倒れるけど。あとはですね、これからスパキャンとか。入らない。入らないか。入らないね。弱は。すごいカス当たり。こらえかんね。これの使い道があんまりないんだよな。ガードポイント使って受け止めるくらいしかないですね。そんで、もう一個のスパキャン可能技。こっちからはね、うまいこと当たるんですよね。こんな感じでね。まあまあですかね。こんな感じ。2ゲージでこのぐらいはいけると。まあまあ、これは使いやすいですね。ただまあ、霞もね、強攻撃ですね。近距離の強攻撃の発生があんまり早くないんですよね。ちょっと使いづらいかな。これを、やっぱこれが当たれば、当たれば持っていけますけどね。ひなこよりはまあ十分いける感じですかね。で、心眼くず落とし。ほい。ほいほい。ほいですけども、これ当て身技ね。これはまた、胴取り並みの万能当て身長飛ですね。ワンフレで。いやーっと。
こんな感じですね。まあこれも全部取れます。まあ特に説明する必要はないですかね。ワンフレの何でも取れる当て身という感じです。うん。でマックス版ね、これもそのダメージが高くなっただけ。見た目も全然変わんないんですね。音がすごいけどダメージもそんなに上がんないね、やっぱり今回はね。まあ使いやすいですけどね、通常版でいいかなっていう感じですね。そして、創生重ね当て竜ガスミでいいのかな、竜ガスミ、重ね当てコマンドでパンチ2つと。これだね、これが、うん、ちょっとね後ろになんか出てきましたけど、あっとアンノウンさんですね。アンノウンさんが登場する技ですね。これはあの出した時にね相手が止まるんですね。ね、しばらく止まるので回避はちょっと難しくなる。そして一番の特徴が何でも判定ということですね。ダメージも結構ある。ちょっと中央だと当てづらいかもしれないけど、あ、今当たったね、繋がりましたね今の。こういう美味しいコンボがあるんだね。いいねいいね。3ゲージだよねこれね。通常技キャンセルだからね、3ゲージで8割ぐらいいった今。強いですよね、使いやすいですよこの龍白さん。あとはこういうとこからはちょっと遅いか、今の段階でできるな多分。まあ端だとあんまり当たんないですね、人数が。ですが、まあまあ、使いやすい技という感じですか。普通に立ってるところには当たるかな？ちょっと間に合わないか。間に合ってないですね、これは。うん、間に合わないですね。浮かせて、通常技キャンセル、立ち強パンキャンセルとかで当てるのが一番いいかなっていう感じですね。うん。これは使いやすい技です。さて、まだ時間全然あるね。じゃあドコキャンとか使ったコンボいきましょう。普通のコンボはまあさっきもやったこういうので、こういうのがベター、十分減るしねっていう感じで、弱からは、弱からのコンボがちょっと弱いかもしれないですけど、カスミはあんまり足払い小足も性能良くないしね、ちょっと、目押しもしづらい。うん。まあ、こういうのは繋げられますけど。キャンセルかかんないよね、壊しはね。そうだね。まあ、一応こういうのはできます。で、ドコキャンを使うとですね、前 A の1段目がやりやすいですね。といって、ほい。で、投げにつなぎます。うん、で、これの途中をドコキャンします。ドコキャンで、竜巻パンチかな。うん。で、また途中でこれにキャンセルっていうのができるんだけど、あんまりダメージ的にはね、美味しくない感じになっちゃうんですよね。っていう感じになるんですけども、ここからがな、あんまりいいのがないからね。こんなダメージだじゃあちょっとねいただけない感じに。これ入るかな、段階できてるよね今のは。なのでまあドコキャンはね使わなくても十分減らせる感じ。これなら2ゲージですよね。2ゲージコンボです。どっちがいいかな。
ダメージ的にはあんまり変わってない気がするけど、若干毒キャンした方が高くなってるっていう感じかな。まあ、コンボ補正とかでちょっとダメージ下がってあんなもんっていうところなんでしょうね。うん、まあ消費なしのダメージで十分減るので、まあさすがにひなこには及ばないけどね。まあかすみも一番手とかでゲージ貯める要因として使えるんじゃないかなという感じですか。まあゲージ使わないで戦えるキャラですからね、当て身もあるし、まあ、そう、あとゲージ結構ね溜まるの早いんですよね。ゼロスタートこれでも半分溜まりますからね、半分以上ね、かなり溜まるんですね。違う、これでも半分溜まるんだね。うん、あとはすごいゲージ溜めやすいキャラなんですね、かすみはね。はい、じゃあまあコンボはこんなとこでいいかな。はい、そんな難しいコンボ多分ないですよね、かすみはね。はい、じゃあまた別のネタを。うん、そういやあれですね、バイス、かすみって同じ声優が続きましたね、たまたま。バイス、かすみ、レオナは同じ人ですよね。うん、でまあとりあえずフルボッコに、うん、似たような技が多くてね、対戦相手がちょっと見切りづらいっていうのもあるんですよね。でまず普通に倒します。終わらんぞー。はい、はいはいはい、うん、まあこれだな、なかなかのお手前です。東道流の敵ではない。東道流の新キャラとか出てこないのかな、そのうちないかな。キャラ変えてみっか。でもキャラ変えてもあれか、セリフは、勝ち台詞はもう固定になっちゃうのかな、まあ、最初の開始デモが変わると思う、極限流キャラだと。覚悟してもらえますか。アートオブファイティングの時のなんかこう英語の勉強しながら旅してるみたいなキャラが良かったんだけど、あれはなかなか面白かったけど。はい、あ、ちょ、ゲージ溜めないといけないんですね。ゲージ溜めないと結構溜まるね。ゲージ溜める上にダメージ食らないといけない、うん、まあ要するにマックス使うっていうことなんですが、方向圏内、じゃあ後ろにもいるね、マルコさん。マルコもなかなかねいいキャラですよね。っていうか龍白いね、後ろに。龍白隠しとこう、見えないように。はい、超重ねて、この暗転の一瞬になんかお面つけて出てきたっていう感じ。うん、少しで父様に憎んだ菊池と見かけるような、見かけたら声かけろよっていう感じですけど、まあそんなとこですか。うん、まあじゃあ今回はこの辺でと、また次回よろしくお願いします。失礼します。